サニちゃんです。今回はシルバニアファミリーのふわふわ雲のパレードトレインセットを開封します。4月23日発売になりました、ふわふわ雲のパレードトレインセットね。とても可愛いセットですね。気になるのはここ、フェネックの赤ちゃん付きと書かれております。こんな可愛い洋服着ています。そしてもう一個気になるのはここ、雲の煙が上下に動くよって書いてます。ん？これ雲、これが上下に動くっていう、そういうことですかね。これギミックがあるというね、気になるところです。はい、そしてクルリンと後ろ側、楽しいパレードが始まるよって書かれています。ここにですね、ね、まだまだね、発売にはなっていない赤ちゃんたちが並んでいます。とても可愛いですね。フェネックの赤ちゃんユリーのね、お話載ってます。サクッと読んでみます。赤ちゃんたちを乗せて遊園地の中をぐるりと回っているパレードトレイン、ぷかぷか動く雲の上、一番前でご機嫌に歌っているのはフェネックの赤ちゃんユリー。とんがり帽子がお気に入りです。ふと後ろを振り向くと、お友達の赤ちゃんたちがいっぱい、楽しいパレードの始まり始まりってね、かわいいこのパレードですね、このパレードはい、くるりんと、では一周しました、開封します。あはい、こんな風に入ってました。はい、箱から出してみました。いかがでしょうか。やっぱり色合いがね、とても可愛いなっていう感じしますね。夢かわ、ふわかわ、夢ふわ、なんだろう、この優しい色がね、とても可愛いなと思います。なんかね、後ろに白いなんかゲストが来てますけど、このまま進めます。フェネックの赤ちゃんユリーフェネックちゃんですね。ユリーちゃん、女の子ですね。こんな可愛いお洋服着てます。妖精さんみたいですね。一応クルリンしてみましょうか。クルリンと、はい、こんな感じで、後ろはね、はい、こんなんです。はい、あら可愛い。なんかこのひらひらがね、すごく花びらみたいで、妖精さん僕も見えますね。で、一番気になったところはですね、このお帽子ですね。この帽子気になりません？なんか、なんていうの、これは帽子に耳が刺さってるみたいな、このスポットをね、かぶっている帽子気になりますよね。ちょっと、え、撮れるんですかこれは。えいこんな感じなんですね。これね、スポーンって抜ける感じがすごい可愛いですね。はい、かぶってもらいましょう。よいしょ。体のね、色が少しこう茶色い子になりますね。で、先日ね、先に発売されておりますフェネック兄弟のピクニックセットについてる子はこっちのね、男の子だったんですけども、今回は女の子で色がね、違いますね。男の子が、白い色をしていますね。そして女の子が、ま、茶色というかベージュの色をしています。なんかね、白い子が来た途端に、ね、すごい白飛びがすごくてね、カメラって怖いねこんな感じで、はい、真っ白な子とこんな感じでね、白い子とベージュの子になります。なんか猫が動き出した。こら、ダメよ、やめてね。はい、行きますか。はい、さようなら。飽きたかな。はい、よいしょ。はい、そしてお洋服はですね、脱げるのかな。うーん、特にこう脱ぐ仕様ではないみたいですかね。どうだはい、と思いますね。脱がすことはできなさそうな、うん、洋服ですね。ふわふわ雲のパレードトレインですね。前から見るとね、こんな感じになりますね。星のマークがついていますね。で、横にもね、ここちょっとずつ星のマークがあったりして、上にもありますね。ここにもありますね、ちっちゃく、はい、中のこのハンドルがね、動きます。こんな風に、よいしょと、こんな風に左右によいしょと動きます。そしてドアですね。ドアの羽みたいなのがピュッて開きますね。そして反対側のドアもパコッとこう開きます
ね。左右にこう開く感じですね。そしてで一番重要なのはここ、このトレインの煙突から出てるこの雲が上下するということなんですよね。走るとこんな感じで動きますね。前にも後ろにも行くことはできます。かわいいですねこれ。早いとこんな感じですね。早いとゆっくりだとふわ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 っていう感じですね。はい、こんな感じで赤ちゃんたちにですねいっぱい乗ってもらいました。ぎゅうぎゅうにね入ってもらいましたよ。ではねこちらから走ってもらいましょうということで、シュポシュポ。かわいいですね。とてもかわいいです。もう一回行きましょう。えい、シュポシュポ。あ本当に赤ちゃんたち上下してます。なんてかわいいんですかこれ。一応この上の雲の部分に3席ね、3つ席がありますので3人に座ってもらっていて、運転手のね席のところには女の子が座っています。そして後ろちょっとねたくさん乗せたくて救急に乗ってもらってます。ここはね赤ちゃん4人乗っています。かわいいですね、とってもね。これね何がかわいいってこの羽をこうねちょっと開き気味にするんですよ、左右少しだけね、まあ、全開にしてもいいんですけどね。そしてこれをこの辺からシュポ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 っと走らせていくとふわーっとこうお空に飛んでいく感じがあらーって感じです。で後ろ側なんですけど、はい、こんななってます。でここにね服ついてますので別売りのねいろんなものを多分つなげて走らせることができるんだと思います。はい、ということで今回はシルバニアファミリーのふわふわ雲のパレードトレインセットを開封しました。いかがでしたでしょうか。このねパレードトレインっていうだけでまあ可愛いとは思うんですけれども、ふわふわ雲のっていうところがねやはりこれはポイントだなと思いますね。この雲に乗ってふわふわねこんな感じでふわふわできるよっていうところがいいと思います。今回も最後までご視聴いただけましたでしょうか。他にもシルバニアファミリーのね開封いろいろやってますので、よろしければそちらも見てってくださいね。はい、それではサニちゃんでした。バイバーイ。